背景15の君へでした。ちょっとね、ここで演奏させていただくときにいつもこの時間何喋ろうかななんて考えるんですけれども、今日はねいつもなんかふざけたことばっかり言ってるのでちょっとも真面目な音楽のお話をしたいと思うんですけれども、私は音楽はクラシックの方はね長いんですけれども、ポピュラー音楽ってもう始めてもう本当数年でわずかなんですね。で、私がちょっとね辛いなと思うのはベートーベンのソナタとかね、次指揮弾くショパンだとかがね弾ける人であるとなんかこうポピュラー音楽も簡単に弾いちゃうんじゃないかみたいに思われてしまうのがちょっと、辛いところで、もう私からするともう本当に、ポピュラー素人で全く別物なんですね。
まあ、どこが違うかというと、まあ、リズムの取りってものがこう全く違う。今まで経験したことのないようなリズムでもう取れなくて、あの挫折してしまったなんていう曲もありますね。で、まあ、2つ目があの和音の構成というものがまあ違って、あの和音っていうのはこうコードの中で作っても不協和音になってしまうことが結構あるんですね。で、まあ、本当ポピュラーやってると不協がバンバン出てきて、あのそれが出てくるたびにちょっともうつまずいてしまうっていうような、あの、まあ、ちょっと先に進めなくなってしまって、まあ、自分なりにこう、まあ、協和音の方に書き換えるっていうその作業が結構時間がかかってしまって、なんかしまいにはちょっとあの別の曲になってしまったんじゃないかっていうように思うこともあります。まあ、本当音楽って言ってもこういろいろ幅が広いなと思って、あの日々勉強だなと思ってやらせていただいてます。はい、次なんですけれども、次は、ショパンの、ワルツの第10番になります。聴いてください。Thank you.
Summertime, living as an essay. Fish are jumping, cotton in the high. Are you daddy rich? And mama has good luck. So hush up, little baby, don't you cry. One of these mornings, lights up sinking. You spread the wings and take to the sky. But until the morning, nothing. Daddy and mommy standing by. Summertime, living as easy. Fish are jumping and cut the wind high. Oh, you daddy rich, mama good. Hush, little baby, don't you cry. Summertime. ありがとうございました。まあ、川添と言います。1曲目は、ついこの間覚えたつもりになっているサマータイムという曲をやりました。前回はここに来た時はすごい二日酔いで、で二日酔いだからできないっていうのを口実に来れたんですけど、今日は軽い二日酔いなのでできちゃうかもしれない。でも大して変わらないっていうのが本当のところなんですけどね。二日酔いだろうが酔っ払いだろうがちょっとも変わらない私なんですけど、実は今日朗報がありまして、先ほど、我が家にですね、友人からヒラメが届きまして、で、今日ここへ来る前に曲を決めようとか練習しようっていう意思はあったんですが、ヒラメをさばいたらその時間がなくなってしまいました。誰にも匂いはしないだろうけど、未だに手がひらめくさいという、そういう状態で今日はステージに臨んでおります。よろしくお願いいたします。なので次の曲はもう曲が決めてないんで、わずか3名いらっしゃる、こちらの方から、好きな番号を1から9までで好きな番号を言っていただきたいんですが、何番がお好きですか？8番。待ってくださいね。実は今サマータイムの歌詞カードがこっちにあったんですけど、裏返したままで適当に歌いました。それはさておいて、8番は、これか。8番、キャッチャー森ってやつですね。割合とやりやすい曲を選んでもらえたかもしれないけど、どうだろう。
上田正樹と有山淳二さんのアルバム、まあ同じで両方ともぼちぼち行こうかと、ぼちぼち行こうか2かな出てるんですけど、その、アルバムの中から大阪へ出てきてからという歌を歌います。最後エンディングどうするか決めてなかったっていう、その動揺が最後の方に現れたというのも、
皆さんにお届けできたでしょうか。じゃあ、ゆえさんはあのお好きな番号は1から9だと何かありますか。え、耳が遠いんで 4?4 か。4番ってさっきあの、8番、キャッチャー森って言いますけど、4番はご存知ですか。4番サード長嶋ですね。4番サードの、あ、来ちゃったよ。いい番号引いたね。これがさっきできないかもしれないです。同じアルバムから、上田雅樹さんの先ほどのもこの歌も、あ、こっちは違う、さっきのは上田雅樹さんが歌ってるんですけど、これは有山淳二さんが歌ってるのかな。俺の家には朝がないっていうです。朝から電気をつけて、ベイビーベイビー俺の家には朝がね、ベイビー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 朝がね。親父は毎日叫びたり、4年前に家を出た。ベイビーベイビーおふくろはどうしてるかな。ベイビー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 どうしてる。できて朝からそいつを抱いて、ベイビーベイビーそんな気分になりてよ、ベイビー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 なりてよ。
頃は長屋の2階朝から電気をつけてベイビーベイビー俺の家には朝がねベイビー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 朝がねね、一度もちゃんとできたことはないんだけどね。でもいいんだ俺はちゃんとできないまま一生終えるんだ、この間ね某ライブハウスで、一度もちゃんとできたことないですよねって言ったらいいんじゃむしろそっちの方がすごいんじゃないって言われたんですごい男に俺はなる最後にはなんねえかまだあでもさっき30分以内ならいいとこ言ってたよねイクさんは好きな番号ありますか？じゃあ1番1ああ来ちゃった、こういう大体曲順リストを作るとですね一番最初に一番慣れた歌をこう書くものなんですけど、曲順リストとかできる曲を12曲、選んであるんですけどちょっとイーストコートにふさわしくない歌っていうのもありますのでそれを省いて9曲選んでみました。一番昔からやってる歌の中の一つになります。先ほど有山さんと上田さんのアルバムでしたけど、今日の今度は西岡京三さんのぷかぷかという歌を歌わせていただきます。忘れてました。1番センター柴田すみませんおいらをフライボーにした生かしたあの子冬の雨の日のあやい優しさ生かした通りすがりのあの街であの子の涙を見つまったんだから今じゃおいらこもんおいらの話聞いてくれ俺のあんこはタバコが好きでいつもプカプカプカ体に悪いからやめなって言ってもプカ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 遠い空から降ってくるっていう幸せってやつがあたいにわかるまであたいタバコやめないわプカ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 やめなって言ってもドビ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 ドあんたが歌いのどうでもいいこの歌を涙流すまで分かってくれるまであたいスイングやめないわあんこは
とこが好きでいつもああおいらのことなんかほったらかしていつもあああんたがあたいの寝た男たちと夜が明けるまでお酒飲めるまであたい男やめないわあ俺のワンコは占いが好きでトランプスタスタスタよしなっていうのにおいら占うおいら親しぬそうなあんた会の大体昔から当たってるのこんなもんなんだよねあたいの占いがピタリと当たるまで好きでトランプスタスタスタ失っていうのにおいら占うおいら親しぬそうなあたいな占いがピタリと当たるまであんたとあたいの死ぬ時わかるまであたい占いやめないわスタ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 ありがとうございます。だいたいね、今ね、頭の隅をヒラメがよぎったんだよね。いかんな、ヒラメって歌いそうになっちゃって、あれ歌詞なんだっけなんて思ったらコードもすっ飛んじゃいました。だいたい、いくつさんはよく知ってますけど、私の本領がこんなところでございます。これで、1曲目から続いて4曲歌ったんですが、また例によって何分から始まったんだか分かんなくなっちゃいましたけど、だいたい30分経ちました。何分も今23、あと7分ですね。おしゃべりでもしよっかそういうわけにもいかねえか。じゃあ最後にオリジナルでもやって終わりにしよう。ヒラメさばいて今柵にして冷蔵庫と冷凍庫に入れてあります。これから皮を引いて、刺身にしたり、あるいは肝臓と心臓も食べられそうな鮮度だったんで、こちらの方も調理していきたいと思っております。あと頭を煮付けにしようと思ってるんで、もう頭がそれでいっぱいですこれから帰ってからの段取りの方がやばいかもしれませんI'm not afraid to die.
詞を忘れたんだよ。ぶつらう流れのたどるところへ、わかんないよこの後が。でもこのまま行こう。ぶつぶつのまま出るやつってのもやっぱりこの世の中に必要だよ。戸惑いながら変わりついた夢が砕けた後はぼんやり何かが足りないよ。その何かがわからない広がる空に愚痴を飲み込む。欠片を集め、両手に抱える。戸惑いながら、何かが足りないよ。この何かがわからねえ。まだ続く道をゆっくりと歩き出そう。グズグズで今日もありました。このまま次回もグズグズでいきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。とりあえずFacebook でつながってる皆さん、今夜はヒラメです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
寂しくて憂鬱お願いいたします。初めの曲はトモローでした。今日はお彼岸の真っ最中なのでご覧いただけるのかな、なんかちょっとひっそりとひっそりとですね、ひっそり相方がひっそりとしております。2205という歌を聴いてください。Thank you.
休み僕の気配が窓辺に駆け寄り逃げた近況をどうぞ。我が社のふざけた専務が突然辞めました。引き継ぎもなしに卑怯な野郎です。ここで宣言しますいいんですか、こんなことところで言っちゃって。大丈夫大丈夫、直接会っても言おうと思ってるから卑怯者って公開捜査みたいな、公開処刑か、うん、ね、でもこんな季節の変わり目だからなんか気持ちが変わったんですかねいい迷惑です ね、うん、ね、で 取引先に行くらしいから月曜日から、うん、そいつのとこに納品に行って文句を思いっきり言ってやろうと、はあ、もしくはいない人のようにあの無視しようかなっていうのもどうかなとか、ブラックリーダー思っちゃってますちょっとブラックの部分がリーダーのね、近況、近況でしたね。すいません、なんか振った私が怪我しちゃった感じで、はあ、でもね、あの今日来る時もそうでしたけど、ちょっとだいぶ風が変わって暑い暑いって、まだちょっと暑いんですけど、だいぶ爽やかな感じになってきたので、この短そうな秋を味わいながらライブとかも楽しみたいなと思ってます。じゃあこの曲の後に〇〇の秋で話を振るので考えながら弾いてください。なんとかの、なんとかの秋って言ったら何ですかって振るから、うん、考えておいてください。ご覧の皆さんもチャットで書いてください。じゃあちょっと考えるのにはふさわしくないポップな曲、前向きなあの演奏にならないですよ大丈夫、気軽にできるから、ね、君は僕の夢に
秋が好きだという方がいらっしゃいますけど、秋特に好きでも何でもないです。ただ涼しくなったなっていうだけで、そんなもんすぐ冬来るし嫌い。あと秋だって騒いで、こういうもみじ狩りだとかなんか騒ぐ人たちが嫌い。変な性格になっちゃった、ね、変なキャラになっちゃった、ね、嫌いっていうか、もう、そういうのに乗れない人間だから、そんな感じですね。やっぱり偏屈になっちゃったじゃん。そうですね、どうすんの、どうすんの、じゃあ、なんか好きなことを見つけてください、この秋で。ありがとうございます、はい。ね、でも音楽も楽しめますからね、本当にね、いろんなとこでね、お外でやる方もいると思いますけど、あと一つある、なんか不思議と本当に秋になると食欲は増す。はい、美味しいものがいっぱいね、気がつくといつもよりいっぱい食べちゃうよなっていう感じかな、ね、さっきの海蔵さんのあのヒラメのお話もヒラメですよね。ね、ヒラメもう聞いてるだけでもうなんか生き生きとした新鮮なお魚が ね。まあでもヒラメの刺身だかなんか分かんないけど、お酒飲みたくなっちゃうな飲みたくなっちゃうなっていつも飲んでるじゃないですかね、特に飲みたくなっちゃう、はい、じゃあ日本酒飲みたくなる日本酒の秋ってことで次の曲いきたいと思います。そうか、はい、ただあなた
考えるのがすごく楽しいだなってことを毎年思ってることに気づいたので、今年もそんな思考の秋にしたいと思ってます。ちょっとかっこいいくないですかね。ずるいずるいです ね, ね。でも日々考えてこう頭使っていきたいなと。俺は貶めてそんなことないですよ。小高さんのおかげでいろいろ考えられてるんで。ブラックが出ちゃったはい、じゃあ最後の曲いきたいと思います。ありがとうございました。来月、またホールで焼き富があって、久しぶりにホール出させていただくんですけれどもね、あの秋もうその頃はいろいろ秋真っ盛りで、美味しいものもあり、なんかなんとなく風もさらに爽やかであるといいなと思っております。じゃあ行きますかね。Thank you.
ございました。イエプラスでした。